デビッド・ペンダー・リッチャーズは、ウェールズ出身のモータースポーツ関係者。プロドライブの会長であり、F1 チームベネトン・フォーミュラ及び、BAR の元チーム代表。会計士の勉強をした後、リッチャーズは、ラリーの子ドライバーとして、モータースポーツの経歴を歩み始めた。彼は1979年から1981年末に、かけて、 フォードからの雇用を受けて、アリバタネンのパートナーとして、エスコート RS1800 及び RS2000 に登場した。これは短いながらも、非常に成功した関係であり、1980年の英国ラリー選手権及び1981年の世界ラリー選手権を制覇したが、その直後にリーチャーズは、コドライバーとしての経歴に終わりを告げた。 1981年のシーズン終了後、リチャーズは、デビッド・リチャーズ・オートスポート社を立ち上げ、スポンサーシップコンサルタント業に転身し、1982年には、ロスマンズ・インターナショナル社のためにラム・マーチ F1、プログラムの企画に従事するが、この時のテクニカルディレクターは、エイドリアン・レーナードで、彼のマーチのスタッフの中には若き日の、エイドリアン・ニューウェイも含まれていた。 さらには、ポルシェスポーツカープログラムにも関与して、1984年には、ミドルイースタンラリーチャンピオンシップで、ポルシェ 911S を走らせる、ロスマンズがバックアップする自身のチームを立ち上げたが、後にロスマンズがスポンサードしたチームとの契約に、彼が関与いていたのか否かは定かではない。なお、ロスマンズインターナショナル社は、1998年に、 ブリティッシュアメリカンタバコ社参加に編入されている。1984年、リチャーズは共同経営者として、モータースポーツ及び自動車工業グループである、プロドライブを設立した。1999年に彼は、プロドライブの49%を、プライベートエクイティ企業のアパックスパートナーズに、売却した。世界ラリー選手権において、スバルを走らせ、コリン・マクレー カルロス・サインツ、リチャード・バーンズ、ユハ・カンクネン、トミ・マキネン、ペター・ソルベルグといったドライバーを起用した。2000年に、バーニー・エクレストンから、インターナショナル・スポーツ・ワールド・コミュニケーターズ社を購入したことにより、世界ラリー選手権のテレビ放映権を呼び、商業権を獲得した。1997年、フラビオブリア・トーレが、 ベネトンフォーミュラのディレクターを解任されたことに伴い、リチャーズが公認となった。しかし、彼はチームを所有していたベネトン家の長期戦略に合意しなかったため、その任期はわずか1年しか続かなかった。2001年にクレイグ・ポロックがバーチームを離れたことに伴うチーム再編成の過程で、彼らはチームの運営をプロドライブに委ね、リチャーズが チーム代表となった。彼の指揮のもと、バーチームは2004年の F1 世界選手権で、コンストラクターズ部門の第2位になるなど、改善が見られた。またリチャーズは、ジェンソン・バトンをチームに招き入れ、バトンは2004年に、チームの選手権ポイントの過半数を得て、チームの牽引力となった。しかし、2004年終盤に、ホンダがチームを買収すると、 プロドライブとのマネージメント契約は終了し、リチャーズはチーム代表を辞任したが、後継者には同じプロドライブのニック・フライが就任した。彼のプロドライブ社は2008年からの F1 参入に向けた入札に参加し、2006年4月28日には国際自動車連盟の発行した2008年 F1 世界選手権エントリーリストにおいて、 正式に参入を認められた。しかし、翌2007年11月22日、彼は、プロドライブによる2008年の F1 参戦を断念するアナウンスを出すことを余儀なくされた。これは、いわゆるカスタマーカーの合法性が不明瞭であったことに加え、他チームからの提訴の可能性といった脅威が原因であるとされる。2005年の新年序勲において、 大英帝国勲章を受訓した。リーチャーズは、プロドライブとアストン・マーティンの仕事に加え、ウォーリックビジネススクールの顧問、英国レーシングドライバーズ・クラブ事前基金の、関在人、ベンの副会長も務めている。彼はまた、モータースポーツ・インダストリー・アソシエーションを呼び、モータースポーツ・デベロップメント UK のメンバーにも名を、連ねている。2007年3月12日、 ボード社は、アストン・マーティンブランドの経営権を、リチャーズが引き、インベストメントダールとアディーム・インベストメントを含む、投資グループに売却することを発表した。売却額は9億2500万ドルに上る。2007年9月16日、リチャーズとスマカレンは、ベルギーグランプリから戻ってきたエセックスで、ヘリコプター事故にあったが生き延びた。これは、 彼の元でドライバーを務めたコリン・マクレイが息子ら3名と共に同じヘリコプター事故で死亡してから1日と経っていない出来事であった。事故後のプロドライブの声明によると、リチャーズはユーロコプター EC-135 を操縦してエセックス上空1500フィートの高さにあった時、機械系の問題に遭遇したという。ロンドンスタンステッド空港と連絡を取り合った後、 リチャーズは、なんとかヘリコプターを不時着させた。2008年9月、スコットランドラリー選手権の一戦として、パースで開催されたコリン・マクレー・フォレストステージラリーに参加し、久々にラリーの小ドライバーを務めた。彼は再びアリバタ年の小ドライバーとなり、1981年に登場したのと同じロスマンズカラーの、フォードエスコート RS1800 で参戦した。 彼はマクレーを追悼するために参加した元世界チャンピオンたちの一人であった。2009年、2010年を目標に F1 チーム結成すべく活動しているが、その正体はまだ明らかにされていない。ありがとうございます。